ギズマンドは2005年3月にタイガー・テレマティクスがリリースした携帯型ゲーム機である。GPRS と GPS テクノロジーも採用している。プレックステック・リミテッドが電子回路を設計し、リック・ディッキンソンが外観をデザインした。ギズマンドの販売は全く振るわず、2006年2月には生産中止となり、タイガー・テレマティクス社は倒産に追い込まれた。 重役の一人であるステファン・エリクソンが、スウェーデンのマフィアと関わっていたという不祥事も影を投げかけた。2008年、創業者で CEO のカール・フリアは、ギズマンドを再建し、ギズマンドにを発売することについて生産人と合意に達したと発表した。イギリスでは2005年3月19日、当初は229ポンドという価格で発売された。 スマートアズ付きの機体は129ポンド。ロンドンのリージェントストリートにある直営店と直営オンラインショップで発売し、他の小売店やオンラインショップ経由でも販売した。ただし、直営以外の販路でどれだけの台数が販売されたかは不明である。アメリカ合衆国では2005年10月22日に400ドルで発売された。 ギズマンドのウェブサイトと何箇所かのショッピングセンターに設置された売店でのみの販売だった。しかし、アメリカでは計画されていた14のゲームタイトルのうち8タイトルしか発売されず、GPS ナビゲーションソフトも発売されなかった。GPS ナビゲーションソフトはイギリスでは1週間から2週間だけ販売された。広告もほとんどなかったが、 ニンテンドーの公式雑誌である、ニンテンドーパワーに広告が掲載されていた。計画されていた、販路拡大は実施されることなく終わった。ハードの発売と同時に14のタイトルが発売された。エレクトロニックアーツのフィファフットボール2005や、SSX3、3位のリチャード・バーンズ・ラリーなどがある。さらに30のタイトルが開発中だったが、 タイガーテレマティクスの倒産によってすべてキャンセルされた。スマートアズはハードウェアの費用の一部を広告で賄うシステムである。スマートアズが機能しているギズマンドではホーム画面を表示するタイミングでランダムな感覚で広告を表示し小売価格を抑えている。広告は GPRS データ接続を経由してダウンロードされ、その機体での入力データを分析して最適と思われる広告が表示される。1日に最大3回広告が表示される。広告によっては、クーポン券の役目を果たしたり、GPS 機能を利用して広告している商品を売っている、最寄りの販売店までの経路を表示したりといったものが考えられていた。 しかし、スマートアッズサービスは実際には開始されなかった。したがって、スマートアッズ付きの安価な機体を購入したユーザーは一度も広告を受け取らなかった。タイガー・テレマティクスは2006年にギズマンドのワイド画面版をリリースする予定だった。この発表はアメリカ合衆国でのギズマンド発売の 数週間前に行われたため、いわゆるオズボーン効果による買い控えが発生した。2008年初め、カール・フリアは、ギズマンドをギズマンドにとして、再発売するつもりであることを発表した。当初、2008年5月の発売が予定されていたが、すぐに2008年11月に延期された。カール・フリアとスウェーデン人パートナーミカエル・ルングマンは、 新たな会社メディアパワーを立ち上げ、少なくとも9月頃までは計画を進めていたが、2008年12月になってもゲーム機は発売されず、Windows CE か Google Android を搭載したスマートフォンとして完全に設計し直すという発表がなされた。しかしその後、メディアパワーのウェブサイトはオフラインとなり、ミカエル・ルーン・グマンは詐欺容疑で逮捕された。以降、 ゲーム機やスマートフォンについての発表はない。ありがとうございます。